魔王クライブ。セイント・パニッシャー・アクイラの名において罪を背負うし、あなたに神の慈悲と裁きを。セイント・パニッシャー・アクイラ、力を振るわせていただきます。こんな磨かないです。これ式切り裂きます。まだだ、喰らえ。これ式で、これ式で、これ式で、お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。私はまだ戦えます。せい、これ式、そこです。喰らえ。私はこれ式、神罰の地下審判の時です。せい、これ磨かないです。この程度、神の怒りを。この邪魔をする。えい、これはどうだ。さあ行こうか。こんなの。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。まだ終わってません。はあ、これし神の御業を。こんなの。こんな神罰の力を。これ式で。誰かはおっしゃった。私、神罰の力を。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。私はまだ戦い切り裂きます。まだ、私、えい、この程度、せい。こんなの、くらえ。私、磨かないです。なかなかやる。審判の時です。こんなの、はあ、お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。私はまだ戦い磨かないです。なかなか、はあ、私はまだ磨かないです。なかなか、私はせい、お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。まだ終わってません。神の怒りを。まあ、これはどうだ。不屈の体を。邪魔をする。下準備だ。はあ、こんな、そこです。なかなか、はあ、私は、ま、こんなの。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。私はまだ戦い、そこです。まだ、はあ、私は、ま、私、不屈の体を、はあ、これしき神の御業、審判の時です。せい、これしき、そこです。なかなか、ふっ、私、えい、まだだ。神の名において、あなたを断罪します。受けなさい、バニシングエンド。はあ、お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。まだ終わってません。えい、ま、神の怒りを。なかなか、ふっ、私、神罰の力。えい、この、はあ、こんなの、くらえ。こんな神罰の力を。お前の闇を暴いてやろう。何を企んでいるのですか。どうした、お前の力はその程度か。まだ私には残された力があります。それだけの元気があればさぞかし楽しめるだろうな。楽しむ、一体何を。セックスに決まっているだろう。嫌がるお前の体をなぶることを想像するだけでたぎってくるというものだ。なんておぞましい。これからお前はその浮き目に遭う。今から覚悟をしておくことだな。いや、どうした、お前の力はその程度か。まだ私はやります。だがこのままでは実力を発揮できないまま決着しそうだな。そんなことは。
また日を改めます。先輩、まだ根に持っているんですか？私が先輩の部屋から逃げるように去ってしまったことです。カズくん、今の話はどういうことか聞かせてもらおうかしら。カズノリさん、ココロン、先輩の家に行ったの？はい。いや、ノリ、手を離してほしいんだけど。ココロちゃん、今日は逃がさないわよ。何せ、じっくり話を聞かせてもらわないといけないから。この前は何もなかったって言ってたよね。朝比奈先輩、キアム先輩を監視してたんですか？違うわよ。ココロちゃんが帰ったかメールで確認しただけ。じゃあココロちゃんに何かしたわけ？
とりあえず私は状況がまるでわからないのですが、説明していただけますか？私は買い物から帰ってきた時にちょうど私服の心ちゃんに会って、カズくんに本を借りに来たって聞いたの。夜だったからあまり遅くなるといけないかなと思って、少ししてからカズくんにメールしたの。なるほど。その時に何があったのかは彩香さんたちは知らないのですね。今分かっている情報はもう一つ、久木沢さんが和則さんの部屋から逃げるようにして去ったということですね。コクコク。反省しています。まさかこんなに話が大きくなるとは。おい、木山いるか？ちびない。今何か言ったか？ははん、なるほどな。私の勘だと吹き沢が悪いな。どうしてそうなるんです？事実ですけど、信用度で言えば吹き沢より木山の方がはるかに上だからだ。どうせしょうもないことで家を飛び出して、木山が気を悪くしてないか気にしてたんだろ。独身術エスパー、それとも闇の？闇の？なんでもありません。はあ、木山、お前も軽々しく女の子をうちにあげるなよな。しかも夜だぞ。悲鳴の一つでもあげられたら冤罪待ったなしだ。木沢、お前もせめて休日の昼間とかにしろ。夜だから変な誤解を生んだんだからな。それはそのやんごとなき理由というものがですね。却下だ。さすがレオンちゃん、なんだか話が片付いちゃったみたい。あのな、結局真相は何も分かってないんだぞ。押し倒したですか？だそうだ。はい、解散解散。もうカズくん、それならそうと言ってくれればいいのに。それで服は大丈夫だったんですか？それは普通に洗濯できたので。そう、それは良かったです。そんじゃ一件落着だな。で、私の用事はこっち、生徒会から各部に渡してくれってさ。帰るついでに持ってきただけだから。私たちは差し入れ持ってきただけだから。それじゃあ帰ろっか。そうですね、失礼しました。エッチなゲーム見られたんでしょ？もう女の子を家にあげるからだよ。すみません先輩。あ、いえ、そういう、そうですね、私も気をつけます。ココロン、本当は何があったの？仕方ありません、内緒ですが、耳を貸してください。
先輩もそういうの興味あるんです。そうですか。そうなんですね。大丈夫です。私は多分理解ありますから。まあ正確に詳細を伝えたわけではないですが、概要は伝えたので、あとはナオリンが勝手に自爆しているだけです。どうでしょうね。私の笑顔は魔法の力になるんだよ。魔法少女シトロン、全力全開でいっくよ。止まれ、くらえ。当たって。マル、くらえ。これでどうかな。これでどうかな。みんな、私の笑顔を見て。なかなかやる。これはどうだ。動き、見てくれ。さあ、行こうか。くらえ。それ、この程度苦手なの。まだ、ははははは、お前の負けだ。それじゃあ、今日はこれでお開きかな。クライブの意地悪、そこまで体力残ってないよ。
少女シトロン、全力全開でいくよ。動きを見てくれ。はあ、これはせい、これ、どれ、なかなか、これはこれ、いい感じだね、どれ、まだ、はっはっは、くらい、無駄だよ、こ、はあ、これは、はあ、止まれ、はあ、止まれ、なかなかやる、みんな私の絵から見て、この手動きを見てくれ。さあ、行こうか。これはお前の負けだ。
魔法少女シトラン、全力全開でいっくよ。動きを鈍くなるよ。当たって、まだ逃がせないよ。動きを鈍くなるよ。これはこれいい感じだね。これはせい無駄だよ。この手止まれ止まれ、この手くらえ。当たってなかなかやる。悪い補助機だよ。これはどうだ、これはどうだ。さあ行こうか。せい、これいい感じだね。くらえ。これは俺様にかかればこの通り。